内藤森蔵内藤森蔵昭和21年2月22日は実業家、政治家、国政調査創設者、秋国鴨群番所村う巻出身、陽明太郎一、若くして庄屋を務め、校長にもなる。竹原の学館で官学を治め1870年上京、東京改正学校で英語、法律、国政学を、 高天高級所で国学を学ぶ。卒業後黒瀬川の春節事業に携わった後、実業家となり1888年呉市に呉戸公会社を設立。呉海軍交渉の誘致、山陽鉄道の国有化等に尽力、また呉市二高公園の建設など、同地の市街地整備に当たった。1892年には高性能爆弾の研究を進めていた。 下瀬宮城に資金を提供し、日露戦争で威力を発揮した下瀬火薬の開発に協力した。1899年軍部選出、無所属、衆議院議員に選出され4回当選。杉浩二や五分僧らと共に国政調査の実施に尽力。その必要性を首相し1902年2月の第16回帝国議会に委員長として、 国勢調査に関する法律案を議員提出法案として衆議院に提出。原案通り、可決、即日帰属院に、送付、3月可決。12月、法律第49号をもって交付され1905年の施行となったが、1904年から始まった日露戦争により延期。しかし同年台湾で予備的調査を行う。 この調査は1920年の第一回国勢調査の下地となったが、すでに15年が経過し、杉浩治も五分層も高いし、国勢調査に関わった人物で、一人、内藤のみが初の国勢調査を見届けた。1946年正居。翌日君四等随法賞が授与された。ありがとうございます。